ごめん。なんか X とか他のメンバーのツイートポストとか調べたけど、何時からか分かんなかった。何時からか分かんなくて始めちゃった。一応調べるという努力はしました。すいません。出ないメンバーはさ、フェスに出ないメンバーは何時からか共有がなくてちょっとミスってしまった。申し訳ない。この時間にちょっとお部屋の掃除をっていうか断捨離をしました。今日は100均に行きます。今日は100均に行きましょう。メイクするからなんだよそれって感じですけど、今日は百均行ってさ、よくアイドルはヘアアレンジをするから、ちっちゃい絡みにくいゴムみたいな、こういうのをめちゃめちゃ使うんです。これがね80本入ってんだけどね、ツインテール、おさげ、なんか玉ねぎヘアとかそういうのに使ったらもう凄なくなっちゃうからね。私はまあ A型なので、もう本当にストック癖がひどいから1個だけ買ってこようと思いますこれを
本当だったらね3個ぐらい買っときたいんだけど、そんな気持ちをちょっと我慢して1個だけ買ってこようと思う。あとさ、私がもう毎日のように身につけているこちらのレッスンの時に髪の毛を一つにくくる用のゴム、これも買ってきます。楽しかった？輝き。顎短くなりたい。アイドルやってるとさ、可愛い子が周りにたくさんいてさ、しかもこの子のここのパーツいいなとか、この子の顔好きだなとか思うと、学生時代より自分の顔にコンプレックスを持ってしまう。
それぞれの良さがあると思うのは分かってるんだけど、やっぱ比較しちゃうんだよね。悪いところだよ、コキの。なんか何顔が好き？猫顔とかタヌキ顔とか。自分で何顔か知らないけど言ってる。それはアイドルみんながそう思ってる。そう、学生の時の方が、まあ、自分の顔好きとか自分自己肯定感が高いとかはないけど、どん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 、ああポキ、あー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 ってなってる気がする。さっきの配信から続いてる。なんか一回切ってまた再開したんだけど、その一番最初に配信開始した時間からって表示されてる。実際今10分20分ぐらいしか配信してない。10分。ちょっとさ、さっきさ始めた時にさ言ったんだけどさ、本当に許してほしい。ちゃんと X とかメンバーのツイートとか見たんやけどね、時間が分からなかったの。その出演のもうその後みんなに今輝き、あ今はステージ中だよって教えてもらってからタイムテーブルというものを知って、それを見て、うわ、もろかぶりだってなった。すぐやめたもん。そうそう、なんかさ、そのステージ中は配信 しない方がいいとかならさ、出ない人にも時間を教えてほしい。何時からステージです。知らないんだもん。
にそのリハの映像とか振り V とか誰が出演するとかは別にいいんだけどさ。だいたいそのフェス出るときはそのフェスに出るメンバーだけでグループが作られるんですよね。今は多分選抜のグループでそれぞれのフェスのやり取りはしてると思うけど、去年とかは出演メンバーがそのフェスによって変わってたときはフェスごとのグループがあって、出ない人には全く情報が伝わらないっていう、まあそれ全然それでさ困らないっていうか支障がないから、そのやり方は間違ってないと思うんだけどね。毎日配信してる側からすると教えてほしいっていう、ただのね、やり方がとかそういうことじゃない、全然そういうことじゃなくて、時間教えてちょっと時間調べらんないから時間だけ教えてもらっていいっていうね感じ。これさ、あるあるかもしれないんだけどさ、誰とも会わないとか公園おしゃべり会じゃない手の抜いたメイクの方が漏れる時ってあるよね悲しいよ。何も気にしないで適当にシュッシュってやった時の方がいい感じになる時ある。
痛い。船が、ね、シューって。今日休みオフですが、まったり過ごしてますか？あ、まったりですね。ものすごく、もう何もしてません今日なんて。でこの生活から本当に助けてほしいぐらい何もしてないです。お昼近くまで寝て、ご飯食べて、はあ、さーてと部屋の掃除でもしますかっつって掃除して配信。メイクはね、100均に行くからメイクしてる。マジでしょうもない。100均に髪ヘアアレンジ用のゴムを買いに行くだけの人間。スーパー行ってくる。あ、行ってらっしゃい。何買うのかな。本当にしょうもないわ。ポップアップカフェ行くだけの人間ですが、え、いいじゃん、立派だよ、立派な予定じゃん。それは何、誰のグッズを目当てってか狙っていく。思ったより立派だったじゃん。やめてよ。みーちゃんに決まってる。あ、そうだよね、そりゃそうだ。このように富士山のね、絵文字ついてるから、そりゃそうなんだろうけども、今ポップアップカフェの前に、配信行く前に配信見てるのはポキちゃんの配信だから、ポキちゃんとみーちゃんかな。いらんよな。ごめんなさい。ポキちゃん出てもありがたく受け取りてます。だってありがとう。嬉しい。
よし、オッケー。てかさ、おしゃれするんだったらさ、カフェ行きたい。あ、カフェ行こうかな。やってんのかな、カフェ。ちゃんとメイクしてさ。巡りはしないけど、カフェ行きたいな。それな、アンナと行けばいいのにね。それそれ、そう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 。ゆなさん、カラオケ完璧なのに、リリカさんとのコラボ見てみたい。なんかよく言われる、リリカとの声の相性がね、ちょっといいっぽいんだよね。知らんけど、 言われたことがある。まあ、ポニギリは永遠って言われるけど、思い出いっぱい公演でリリカと新名になった時のわちゃごなとか、それこそなんか絶望とかセカオとかで二人での歌割りの時めっちゃいいみたいな。言われる。嬉しいことに。鈴木元、確かに3期みんな歌うまだよな。嬉しい嬉しい。よし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 。
100均に移行メイク完成したぞ。スーパーにお寿司買いに行く予定だったんだ。百均何回だって。百均しか、だからちょっと百均だけじゃもったいないかなって思ってカフェ行こうかなってしてる。ちょっと出かけようかなみたいな感じで。これはおかしいんじゃない？寝癖じゃない、なんかの結んでたりとかこう耳にかけたりとかすると癖がついちゃう。とりあえず顔は完成したから、髪の毛作る前に一旦歌います。待ってて、アイロンはここに置いといた方がいいかもしれない。アイロン持ってきて、アイロンとスプで昨日持ってっちゃった。え、違う、昨日おしゃべり会で使ったから。え、それな、出かけるの遅くなったらさカフェ閉まるんだけど。ちょっとすぐはい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 、すぐ。イコールラブ歌います。本当にそうなの、カフェって閉まるの早いのよ。ちょっと調べさせて一回。てかまあまだ15時、いける。いける。うわ、優が行きたかったところ今日ダメだ、営業していない。次
わあ、いいね。あ、ここいいね。いいよね。そういう最近一人でカフェ巡るの好きなんだよね。
ってことでアイロンが温まった。待って、そうだわ、ちょっとゆうさっき喋ったん、あここいいやんって。営業終了がさ16時なんだけど。今日果たしてポキはさカフェに行けるんでしょうか。行けないかもしれない。無理無理、1時間じゃだって行けないよ。あ、ここいいじゃん。ここは？ここはどこなの？どこなのじゃない、間違えた。え？ここはどこ？な。いけるかも。ここだったら、ここだったらいけるかもしれない。これちょっとメニュー見とこう。あ、かわいいかわいい。いいよ。わ、いいよいいよ。ここにしようかな。そんなポキがさ、カフェ行けるかどうか意味わかんないんだけど。え、でもここは18時までやってる。気抜くとショールーム2時間近くするから要注意。
よくわかってんな。よくわかってるし意味わかんないしね。なんか気抜くと配信2時間ぐらいやってるんですよね。本当に意味わかんないけど。どんぎ好きなんて話ですよね。配信。そう、行ったとしても入店間に合ったとしてもドリンクガブ飲みしなきゃいけないぐらい時間がなくなっちゃうかもしれないから、マジで急がないとね。よし、一人カフェ楽しむぞーつってガバ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 それはちょっとやだな。あら、みんながポキにカフェ行ってほしいって心配してる。ありがとう、みんな行ったという事実が欲しいだけ。なんでわかるの？そうなんだよ、まあ、楽しんで時間があれば楽しむんだけど、一人の時間を群馬に一人旅行った時もちょっとなんかカフェみたいなとこ行ってクリームソーダとか飲んだんですよ。でもなんかそうやってる方がおしゃれかなみたいな。群馬に一人旅来ました、一人でカフェに入ってクリームソーダをとコーヒーゼリーを食べましたっていうこの事実が可愛いやんって。本当にその通り。怖い、読まれてる心を。そう、カフェ行く私可愛い、そう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 、アイドルしてるわみたいな。よし、じゃああと1曲歌ってやめようかな。歌うんかい。ほら見て、前髪の長さちょうどよくない？こないだ切ったけどバッサリ。
そうちゃん、15時だからこんにちはラッシュじゃんね。 NGT48 の木本優奈です。ぜひフォローお願いします。歌い出すと、あ、歌い出すとじゃない、喋り出すと変な人。では壇上へ見ますか。カフェに行きたいんですいません。では13位ちたさんありがとうございます。12位チップさんありがとうございます。11位ラブさん読めない、英語できない。10位カオさんありがとうございます。9位クニさんありがとうございます。8位ヨコリンさんありがとうございます。7位タロさんありがとうございます。6位音速の貴公子さんありがとうございます。5位日和ゲタさんありがとうございます。4位
としさんありがとうございます。3位スイッチさんありがとうございます。2位たかたんさんありがとうございます。1位りょうさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではまた夜ね。バイバイ。行ってきます。